女の子を選ぶときみんな同じぐらい顔可愛かったら次はどこの部分でスタイルで選びますか。あ、スタイルとか優しさとか。いやまあエロっぽい子やね。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。どれ誰がエロいかな、どれとか言ったよくね、誰がエロいかなみたいな、誰がエロいっちゃろうみたいな目でちょっと決めてしまうね。エロさです。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。おっとここで松本からお知らせだ。そんだけ、バイバイ。後ろの絵はね、どこだっけ、上目黒かなんか、まあなんかとりあえず目黒区にね、なんかアトリエがあって、俺なんかぼーっと散歩しとるときに見つけたっちゃう。で、うお、俺絵好きやけん、いいなと思って、で、行ったわけよ、アトリエに。で、うわ、かわいい、なんかさ、絵にお金使えるってよくない?なんか大人っぽくね?あとなんか俺って絵好きだったんだと思って、なんかね、そうでも最近、なんかね、これまでは俺絵を見て決めとったって、わこの絵欲しいなとか、その描いた人を重視するっていうよりも描いた絵を見て決めよったっちゃけど、最近ねなんかねいいなと思うなんか、ね、画家さんみたいなのを見つけて、多分東京芸大の人なんやけど、なんかね小田尾さんって人を見つけてから、あの人が描く絵はねどれもいい、俺将来マジでねいっぱい買おうと思って、あの人の絵いっぱい買おうと思って、一応マジでねみんなも多分 Twitter のアカウントあると思うけど調べてみてほしい。めちゃくちゃいい絵描いとうけん。もうすげえよ。とても油絵とは思えんぐらい、めちゃくちゃ綺麗な絵を描いとって。ちょっと調べてみたら、もう衝撃の絵描いとうけん、マジで。やべえよ。どんだけのセンスあったらあんな絵描けんだろうと思って、すげえなと思って、結構衝撃を受けと。遅刻癖が治らないんですけど、保育はどうやって直しましたか?あ、俺もよく遅刻するので人のこと言えません。うわーこの前もなんか撮影あったけど、起きたら終わっとった、普通に。申し訳ねえ。気まじいと思いながら。まあでも、しょうがないよね。別に、なんか、分からん、俺は遅刻癖治らん。いやなんか、なろ、許される会社探そうぜ。か、一番偉くなろ、一番偉くなったら許されるけど遅刻しても。え、マジでどうやって直しようと、逆にみんな、マジで気になる。なんか遅刻みんなどうやって直してるんですか。あの僕は無理なんですけど、マジで多分俺定職本当につけんと思っちゃうね、俺みたいな人間。いや怒られんよ、うちの会社遅刻しても怒られん。だって遅刻を起こったら自分が遅刻した時他のやつから怒られるけ、やけ俺も他のやつが遅刻した時別に怒らんもん。まあ分かる分かると思いながら、しょうがないなと思いながら、てかまあみんな遅刻するけん俺も遅刻しようって思っちゃう、そもそもね。そうそう、しょうがない、そういう会社探そう。みんな遅刻するような会社探そう。高校に入学してからダンス部に入ったのですが、他人の目が気になってしまい自分の踊りに自信が持てません。どうすれば自信が持てるようになるのか教えてください。またほいくんが自分で自信をつけるときやっていることなどありますか。他の人の目が気になってしまうことはいいことやけん。だって他の人の目が気になったらさ、なんか他の人からよく見えるように努力しようって思えるわけや。なんか悪い意味で人の目が気にならんやつって、なんていうと間違っとってもそのまま堂々と突き進んでしまうけど、いい意味で人の目が気になってしまうやつってやっぱ、うわ、この人からこう見られたらどうしよう、ああ見られたらどうしようって思うけど、やっぱ、こう見えなきゃ、こう見えなきゃってなるわけよ。やけなんか、良くなりそうじゃね?俺とかもなんか、なんだかんだやっぱ人の目って気になったりするけん、なんか、なんていうとなんか常に表に立つ人間として一応なんか例えばなんていうとなんか髪の毛はちゃんとセットせないかんとか、なんか服はちゃんとしとからいかんなとか、なんかなんて言っちゃう、なんか意外と気になったりするところはなんかちゃんとしとうけん、まあなんか別にいいんじゃない、なんか他の人の目が気になるって。なんか俺はいいことな気もするけど、分からんけど、人の目が気になって自分に自信が持てません。まあ俺でも本当に自分に自信がない人間やけんどうしようって感じないけど、普通にまずそもそも俺自身が自分に自信がなくて、やけんなんやろうね、なんかでも自信ってなんか結局出してきた結果に伴っていくっていうか、俺もなんか昔もめっちゃ自信なかったし今も結局自信ないんやけど、昔と今どっちの方が自信ないかって言われたら、まあ、昔の方が自信ないもんね。でそれはなんで緩やかにちょっとずつ自分に自信がついてきたかっていうと、やけん例えばさ、ファンの人がなんかいつも応援してますとか好きですとか街中で話しかけてきてくれたり、なんかツイッターでツイートしたらいろんな人が反応してくれたりとかをなんかちょっとずつ重ねていくことによって、なんか俺ももしかしたら頑張っとるかもしれんなとか、もしかしたら俺は人気が少しあるのかもしれんなとか、なんかちょっとずつ思えるようになってきて、なんか本当なんやろうね、なんだろう、例えば最近やったらコスプレとかもめっちゃ自信なかったしバリ恥ずかしかったっちゃうね、普通に。
そんなするの初めてやったけどさ、いや恥ずかしいとかさ、なんかどうしよう、似合ってないって言われたらどうしようって思うわけよ。スーパー自分に自信がないけど俺、どうしようみたいな、わどうしようみたいな、なんか似合ってなかったらどうしようとか、もう全然しょうもないって言われたらどうしようとか、なんかいろんなこと考えるわけ。やっぱうわ恥ずかしいなとか、なんか自信ないなとか思うけど、いざ上げてみたらめっちゃ似合ってたとか、かっこいいとか言われて、海外の人とかも言ってくれて、なんかその後あよかったなとか、あ似合ってたんだとか、俺頑張れるわとか思うわけよ。やけな、なんだよね、なんかそういうのの繰り返しであって、なんか俺は特に自分自身で自信がつくようなことをねしきらん。そこはね俺も課題なんやけど、いやでも本当にありがたいね、やけん。もうマジ周りの人に助けられとるだけやけどね、普通に。そうやけん、なんかね俺自身はね自分に自信がない人間やけん。逆に社長とかはねありえんくらい自分に自信があるけん、なんでかわからんけど、マジ根拠のない自信あるってやつよ。根拠のない自信ある。なんか社長はマジでスーパー自分に自信あるけん、社長とかに聞いてみたら言っちゃうから、俺マジで自分に自信ないけんさ、わからん。俺はマジで多分一生自分に自信ないんやと思うわ、結局。なんかね無理やね、俺は何もしきらんね。下踏みしてください。で。